ハヤブサ2ミッションの理学目標のうち目玉となっているのが新型小惑星の物質化学的特性を調べる特に鉱物水有機物の相互作用を明らかにするというものがあります本動画では小惑星リュウグウで回収した資料から具体的にどのような化学成果が生み出されるのかはやぶさ2サンプラーチームの論文をもとに初期分析の戦略と今後の見通しを研究者の視点でまとめますはやぶさ2が探査した小惑星リュウグウは C 型に分類される反射スペクトルを持っており炭素質コンドライトの母天体であると考えられています炭素質コンドライトは岩水鉱物や有機物を豊富に含む隕石であるため竜宮のような C 型小惑星が地球を含む個体惑星への水や有機物の供給源となった可能性がありますはブサツ2のサンプル分析において初号機との最大の違いは飼料中の岩水鉱物や有機物を積極的に狙いに行く点ですしかし こういった有機物の分析は地球大気中の有機物に汚染されやすいのが難点です一度汚染されてしまった資料からコンタミを除去するのは極めて困難なためコンタミをいかに防止するかというのが最大の課題になりますハヤブサ初号機ではサンプル格納容器の密閉方法に問題があり地球帰還後に容器内に地球大気が混入してしまいましたこの反省を生かしてはブサさ2では格納容器の密閉方法を二重オーリングから アルミメタルシールによる密閉に改良しています。それでも大気圏突入から時間が経つほどコンタミの確率が上がります。また時間が経つと有機物が熱によって変成してしまう可能性もあります。着陸予定地点の南オーストラリア州はこれから本格的な夏を迎える時期です。砂漠地帯のため乾燥しているとはいえ格納容器には真空ポンプや冷凍機がついているわけではありません。カプセルの突入後迅速にカプセルを発見し、 回収すすることが重要ですまたはやぶさ2サンプラーチームは着陸地点付近でサンプル分析を行える即席の実験室を立ち上げており容器内の揮発性ガスを現地で迅速に分析する計画ですそれではリュウグウ回収資料からはどのような科学的知見が得られるのでしょうかまず回収資料は3種類に分別されます1ミリメートルサイズ以上の大きな粒子素粒粒子20.1ミ、mm、リメートルよりも小さいサイズの微粒子 再流粒子3揮発性ガス素粒,粒子は粒が大きく小惑星上で比較的移動しにくいと考えられるためサンプル採取地点周辺の局所的な地質学的・鉱物学的情報を表すと考えられます一方再粒粒子は小惑星全球のより平均的な情報を表すと考えられレゴリスの形成過程や宇宙風化といった小惑星表層で起こる地質プロセスを反映すると考えられますそして揮発性ガスからは 有機物のの起源や進化脱ガスの過程といった情報を得られるでしょうこのように回収資料に対し地球科学鉱物学岩石学有機化学などさまざまな手法を組み合わせた分析が行われ銀河分子雲から原始太陽系円盤微惑星メインベルト小惑星地球金棒小惑星というように太陽系誕生以前から現在の太陽系に至るまでの 物質進化の包括的な理解が図られる見通しです。オーストラリアで回収された資料はその後日本に運ばれ JAXA 宇宙科学研究所の地球外資料キュレーションセンターで保管されますその後ハヤブサさ2のチームやサンプルを配布された国内外の研究機関で分析されていきますハヤブサさ2のサンプルを分析保管するためにさまざまな研究機関で分析技術の開発や新たな装置の導入が進んできましたハヤブサ初号機そして はやぶさ2がもたらした隠れた成果の一つがこのようなインフラ設備の導入と人材育成が全国各地で進んだことでしたこうして培った技術と人材をしっかりと継続的に活用していくことが今後の日本の太陽系探査において非常に重要になっていきますすでにはやぶさ2以降を見据え JAXA は現在火星の衛星フォボスからのサンプルリターンを狙う火星衛星探査計画 MMX の開発を進めていますまた 先日行われた日本惑星科学会周期講演会でも MMX 以降の次世代サンプルリターンミッションが理学・工学の有志の若手研究者らによって検討され始めたことが発表されましたこのように一つの探査ミッションの成功は理学・工学の幅広い範囲に波及効果をもたらしますはやぶさ初号機と2号機が渡してくれたバトンを私たちは将来の世代につないでいく 責任があると言えるでしょうそれではご視聴いただきありがとうございました次回もお楽しみに